笑顔になれている感じだったこのですね、可愛らしい笑顔でいいですこのですね、ナイスです、もう一枚はい、OK ですちょっと見たいですまあいいですね大丈夫どうなのそれ大丈夫ですかいや、大丈夫だと思いますよじゃあ大丈夫です硬いな硬いいいですね、ナイスそのままはい、OK ですありがとうございますありがとうございます結構しました、大丈夫でしたいいですね、ナイスです、もう一回いきます爽やかです、OK ですありがとうございます早いまあ、半年ぶり、半年以上ぶりですけど、やっぱり楽しいなっていう気持ちと、まあ、改めて今日一日やって、またここに戻ってこれてよかったなっていう気持ちと、まあ、しっかりメンバーに入って、オリンピックを勝ち取りたいなっていう気持ちです。膝の少しずつ体のコンディションも上がってきて、頭の中も整理されてきて、
いい準備ができてるんじゃないかなと思います。まあ、多分この日本でやる予選っていうのはアテネ予選以来12年ぶりになると思うし、その大会で今のこのなでしこジャパンっていうのは大きくこう変わっていった大会になったので、日本でこれやれることっていうのはまたさらに一つワンランク上のレベルに女子サッカー、日本の女子サッカー、このなでしこっていうチームが行けるチャンスだと思うので、そのチャンスをこう生かせる大会にしていきたいっていうふうに思ってますし、若い選手にもそういった舞台を経験できるチャンスっていうのがあるので、まあ、そこで、全員の選手が成長するきっかけにしていける大会にしたいっていうふうに思ってます。